安土城でも見に来ない？信長殿が亡くなっちゃう。判決を言い渡します。本能寺の変の黒幕。1582年6月2日、京都の本能寺にて織田信長が自害。犯人は信長の重臣、明智光秀。しかし、実はこの事件には黒幕がいたという説があります。その黒幕こそ、徳川家康です。今回は、果たして本当に真犯人は家康だったのか、実際に本人に質問して徹底的に検証していきたいと思います。本能寺の変から約440年、家康裁判の開廷です。被告徳川家康。被告徳川家康、天文11年岡崎城生まれ、職業戦国大名。間違いありません。ちなみに江戸幕府も開いてます。起訴状を読み上げます。被告人は天正10年6月2日早朝、京都の本能寺にて織田信長を自害に追い込んだものである。違います。歴史の教科書に書いてある通り、犯人は明智光秀です。あいつ、前から信長殿のことを恨んでいたんです。だから備中高松城攻めをしている秀吉を助けに行くふりをして、それなのに途中で突然京都に向かって、それであんなことに。ここで本能寺の変の通説を紹介します。当時の織田信長は天下統一を目前に控え、総仕上げとして中国の毛利氏を攻めていました。指揮官は羽柴秀吉でしたが、備中高松城攻略に苦労し、織田信長に援軍を求めます。そこで信長は明智光秀に秀吉の元へ行くよう命じました。光秀は1万3000の兵を率いて丹波亀山城を出発します。本来は備中へ向かうはずだったのに、光秀はその途中で突如として京都へ行き先を変更し、本能寺を包囲して攻撃を始めたのです。この時信長の周りにいたのはわずか150人ほどの軍勢で、信長は弓や槍で応戦するものの、結局は火を放って自害したと言われています。明智は6月2日の早朝に出陣したと聞いています。この時柴田勝家殿は越中のと、滝川一益は神津家にいて、信長殿が信頼している家臣は皆全国各地に散り散りになっていました。機内で大軍を動かせるのは明智光秀だけ。謀反を起こすには絶好のチャンスだったのです。どう考えても犯人は明智です。あなたもこの事件に関わっていたのではないですか？違います。ここからは被告人の話をじっくり聞きましょう。まずあなたは事件の起こった時何をしていたのですか？アリバイ。あの日のことはよく覚えています。私は堺を観光していました。あなたの本拠地は愛知県や静岡県のはずですよね。それなのになぜ堺にいたのですか？ああ、三河の国、駿河の国のことです。今は名前が変わっているんですね。すっかり浦島太郎状態なもので、私がなぜ堺にいたのかですが、それは信長殿から招待されていたからです。天下統一も間近だし、今まで頑張ってくれてありがとう。安土城でも見に来ない？ってことで5月21日から
安土城に滞在していたんですよ。その時明智が私を接待してくれてたんですけどね。まさかそのすぐ後にこんなことが起こってしまうとは思わなかったわけですけど。はい。いつから堺にいたんですか？5月29日です。堺はすげえところだから一回見とけよって言われまして、まあこれまで散々信長殿が自慢するのも聞いていましたし、この機会に一度堺に行ってみようと思いまして。事件の起こった日、6月2日も堺にいたんですね。はい、6月1日は茶会に参加して、それで堺もだいぶ満喫したので、もうそろそろ帰ろうと思っていたところでした。6月2日はちょうど堺を出発しようとしていたところだったんですが、そこへ茶屋四郎次郎という豪商がやってきて、信長殿が亡くなっちゃうと。その時初めて事件を知ったのですか？はい、まさかあの信長殿がと、信じられない気持ちでした。信長殿にはお世話になりましたから悲しかったですね。信長とはどのような関係だったんですか？同盟を結んでいました。信長殿と同盟を結んだおかげで私は独立することができたのです。徳川家康はもともと今川家の人質でしたが、1560年に起こった桶狭間の戦いで信長が今川義元を討ったことをきっかけに、今川家からの離反を決意しました。今川家から独立した家康は信長と清須同盟を結んだのです。同盟と言いますが、実際は対等な関係ではなかったのでしょう。信長を恨むこともあったのではないですか？どういうことですか？動機。被告人は信長によって自身の最愛の妻と息子を殺されています。そのため被告人は信長を恨み、殺害の機会を伺っていたのです。1579年、家康は妻の築山殿と嫡男の信康を亡くしています。発端は信長の娘で、信康に嫁いだ五徳姫が父の信長に築山殿と信康に対する不満を綴った手紙を送ったことでした。手紙を読んだ信長は、築山殿と信康が武田に内通しているのではないかと疑い、家康に処分を命じたと言われています。そして家康は信長の命令通り二人を死へ追いやったのです。確かに妻と息子のことを考えると今でも胸が痛みますが、しかし私は信長殿に殺意を持ったことなどございません。それどころか反抗することもありませんでした。信長と家康は同盟を結んでいましたが、実態は主従関係のようなものでした。家康は信長のことを上様と呼んでおり、信長は家康に論功行賞を与えたこともありました。信長は家康が援軍要請を出しているのに助けてくれないこともありましたし、家康の家族である築山殿と信康の処分をも命じています。信長からの扱いは散々だったにもかかわらず、家康は清須同盟を守り続けたのです。被告人には他にも信長を討つ動機があります。事件当時、信長は天下統一への総仕上げ段階に入っており、次々と邪魔者を排除していきました。そんな中で被告人は、次は自分が殺されるかもと不安に思ったに違いありません。まさか信長殿が私を裏切るなんて考えたこともありません。それに私は当時しがない戦国大名でした。そんな私が信長殿を一人で討とうなど考えるわけないじゃないですか。大体
私は豊臣家を滅ぼすのにさえ10年以上かけたんですよ。ここまで慎重な私が一晩で信長殿を討とうだなんてありえません。では仲間がいれば話は別ということですか？ん？あなたは明智光秀から信長暗殺計画を持ちかけられていたのではないですか？本能寺の変には黒幕がいたのではないかという説はたくさんありますが、その中でも特に有名なものが、明智健三郎氏が主張する光秀と家康が共同で信長を討ったという説です。明智健三郎氏によると、信長はもともと家康を邪魔だと感じていたため、光秀に家康討伐を命じました。しかし光秀は家康に計画を知らせ、逆に二人で信長を討つことにしたというのです。そんな、ありえないですよ。大体、私と明智はほとんど接点がなかったんですよ。それにしては、あなたは明智光秀の関係者を重用していたじゃないですか。どういうことですか？例えば、春日の局です。彼女は、江戸幕府第三代将軍、徳川家光の乳母を務めた女性ですが、父親は、明智光秀の重臣、斎藤利光ですよね。斎藤利光は、本能寺の変の首謀者の一人です。そんな人物の娘を、自分の孫の乳母にするなんて、普通はありえないと思うのですが、これこそが、明智光秀と親しかった証拠ではないですか？それは単なる偶然です。たまたま彼女が乳母になる条件を満たしていたというだけですよ。彼女は教養もあり、公家との関係も深かったので、孫を任せるには適任だったのです。じゃあ、南光坊天海が実は明智光秀だったという説については？そんな説まであるんですか。初耳ですなぁ。伊賀越え。そもそも被告人が本能寺の変を企てたわけがないことは、後の歴史を見れば明らかなはずです。本能寺の変の後の動きについて説明してもらえますか？はい。本能寺の変の知らせを聞いたときは、私自身も自害しようかというくらい動揺しました。どうしてですか？そもそも私はこの時30人余りのお供しか連れていなかったのです。一方、信長殿を討った明智は1万以上の大軍を引き連れているとのことでした。もし明智に狙われたら私に勝ち目はありません。無残な死に方をするよりは自分でと思いました。しかしあなたは自害しなかった。はい。家臣の本田忠勝に、明智を討つことこそ信長殿への供養だと諭されたからです。そこで私は岡崎城に帰ることにしました。それはそれは大変な道のりでした。あまりにも辛かったので少し記憶が曖昧なくらいです。この逃避行は神君伊賀越えとして有名です。家康がどのルートを通ったのか、どのくらいの日数がかかったのかについては様々な説があり、真相は定かではありません。通説では6月2日に堺を出発し、宇治田原、近江の甲賀郡、伊賀、伊勢を通って三河に戻ったとされています。当時伊賀は非常に危険な地域でしたが、服部半蔵や茶屋四郎次郎のおかげで家康は無事に岡崎城に帰ることができました。ここまでのリスクを冒してまで信長を討つメリットがあったとは考えられません。それにもし被告人が信長暗殺の計画に加担していたというなら、もう少し事前に準備しているはずです。しかし
被告人本人も伊賀越えについてはあまり記憶がないと言っていますし、一次資料に書いてある内容も様々です。服部半蔵の関与に至っては後世の創作ではないかとも言われています。自分が本能寺の変に関わっていないと主張するための単なるパフォーマンスなのではないですか。私はあの時本当に死を覚悟したんですよ。それなのによくもそんなことを。本能寺の変の後の被告人の動きはもし黒幕だったとしたらあまりにも計画性がないと思われるものばかりです。岡崎城に戻った後あなたは何をしていましたか。とにかく明智を討とうと思いました。でも準備をしている間に備中にいたはずの秀吉がいつの間にか京へ向かっていて、そのまま明智を討っちゃったんですね。足場秀吉が本能寺の変を知ったのは6月3日の夕方だと言われています。秀吉は備中高松城で毛利氏と戦っている最中でしたが、すぐに講和を結ぶと京へ向かいました。有名な中国大返しです。このスピードが驚異的なことから秀吉が本能寺の変の黒幕なのではないかという説もあるほどです。秀吉は2万5000という大軍を引き連れてわずか1週間ほどで約 200km の道のりを走破すると、6月13日には山崎の戦いで明智光秀を討ちます。こうして裏切り者を成敗した秀吉の影響力は強まり、反対に明智討伐に参加できなかった柴田勝家は秀吉に敗れることになってしまったのです。被告人が事前に本能寺の変の勃発を知っていたならこの動きは不自然です。そうですよ。ここで私が光秀を討っていればもっと早く江戸幕府を開くことができたかもしれないんですから。判決。ここまでアリバイや動機、事件後の様子などを検討してきました。家康と弁護人は本能寺の変後の家康の動きの不自然さから無罪を主張しますが、検察官は家康が信長を暗殺する動機があったこと、明智光秀との関与を指摘し有罪を主張しています。果たしてその判決は。被告人徳川家康に対する織田信長殺害被告事件について次の通り判決を言い渡します。被告人は無罪。な、被告人が織田信長を恨むような出来事はあったにせよ、これをもって被告人が信長を殺害したとは断定できない。また被告人の事件当時や直後の状況からも被告人が殺害に関与したとの確信は得られなかった。よって被告人に無罪を言い渡す。終わりに。いかがでしたでしょうか。今回は家康が本能寺の変の黒幕ではないかという説について検証しました。家康黒幕説では妻子を殺されて信長を恨んでいた、自分が殺される前に信長を殺そうと思ったなど、家康には信長暗殺を企てる動機があったのではないかと言われています。また家康と明智光秀が共同で本能寺の変を企てたという説もあります。しかし本能寺の変の後に家康が命からがら岡崎城に逃げ帰ったことや、その後も出兵にもたついていることなどを考えると家康黒幕説には疑問が残ります。それに現在のところは家康が本能寺の変に加担していたという明確な証拠は発見されていないため、家康黒幕説は根拠が乏しいと考えられます。ひとまず今回の判決は無罪となりましたが、今後新たな証拠が見つかったらまた家康裁判が始まるかもしれません。この動画が面白かった、
勉強になったという方は、ぜひ高評価、コメント、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回、お会いしましょう。